コルラセタムは、ラセタム系のスマートドラッグである。田辺三菱製薬が、アルツハイマー病治療薬として開発した。治験で成果が出なかった後、アメリカ合衆国のブレーンセルズインクが大鬱病性、障害治療薬として調査し、カリフォルニア州から、クオリファイングセラピューティックディスカバリープログラムグラントが授与された。早期大通症の臨床試験からは、 大鬱病性障害と全般性不安障害の共存症に効果が見られ、ブレインセルズウィンクはこの用途でライセンス供用を行っている。虚血性網膜症、網膜や視神経の損傷の予防や治療にも効果がある可能性がある。コルラセタムは、マウスへのフェンサイクリジンバクロゴの内側中核角でのコリンアセチルトランスフェラーゼ生産の低下を逆行させる効果があり、 統合失調症の治療薬となる可能性がある。コルラセタムは、アセチルコリン合成の立足段階である、更新話性コリン取り込みを促進する。コリン作動性神経毒に暴露したラットに対する、単回傾向投与で、学習障害を改善した、研究結果がある。その後の研究では、コリン作動性神経毒処理したマウスに対し、 コリントランスポーターの調節機構を変えることで長期の認知機能向上効果を誘導することが示された。ありがとうございます。